はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。トニーとジャイのトニーです。はい、見ての通りですね、えらいことなってますね。久々に熱盛を起動してここ来たらえってなったんですけど、そういえばこれいっぱいね思い出が詰まってるんだってね、そういろいろ思い出したんですね。初めはねこんな感じじゃなくて結構ちゃんとやってたんですよね。そう、始めた頃とかこんな感じ、これ作ったんですよ。ようなとうやんそこ通れますよね。もちろん。ああ、通れる。あ、よかったよかった。で、まあここがこの前言ったお風呂場なんですよね。カレーの匂い、自分家が勝手にカレーの匂いしてたらもう物動かしたり。中からエイリアン。エイリアンってなんですか？いい味出してくれてんねんな。そうですね。で、本棚とかはですね、色合いにね、まあ、あんな雰囲気だったのになんで今こんな感じになっちゃってんのっていうところなんですけど、まあそれは後々わかるということで、とりあえずですね途中から僕一人でやっていく形になったんですね。その時僕一人で何ができるのだろうかと、誰を楽しませることができるんだろうとめっちゃ考えたんですね。そこでねバグ動画を上げてみたりですね。でこの状態でこっち行くとこう中に入れると、あ、海来ちゃったこんなとこ建てちゃったよで、この状況ってやっぱり説明した方がいいんですかね。した水槽インなんですけども、チーターおるぞみたいな思われるかもしれないですけどね、チート使ってませんからねこれでね。バグ動画ばっかりもねなんか違うなーって思ってたんですね。そう、そこでですねリスナーさんと一緒にね、あつ森の世界でこう踊ってみたりしたんですね。いや、これは楽しかったですね。こちらはですね、あつ森の中にあるケケアイドルっていう曲と、あと YouTube オーディオっていうね、YouTube で使っていいよと言われてる音楽を、ミックスしたんですね。はい、僕がね。はい、一応ね、これストーリーになってましてですね、ナンパ野郎3人がね、超可愛い3人の女性を見っけたと。はい、そこでね、声をかけていくんですよね。そしてその人たちのナンパした結末という感じでね、はい、ストーリー仕立てにしています。短いので、まあまあ、8割ぐらい見ていきましょうか。まあこんな動画を作ったりね。そしていや待てと、もっともっと人を楽しませることができるんじゃないかと、もっといろんな可能性があるんじゃないかと、そう私は思ったんですね。そこでですね、またリスナーさんのお力を借りてですね、勝手にあつ森と鬼滅の刃をですねコラボさせたんですね。あつ森で鬼滅の刃を再現っていう形でですね、こういうようなね動画を撮ってみたわけなんですよ。これもね、短いのでまあまあ8割ぐらい見ていきましょうか。ちゃんとね動画もあるんで、はい。でこちらはですね、単行本の内容をですね再現してたんですね。はい。で途中からなんでちょっとよくわからないかもしれないですけど、これはね上限の4と、戦ってるところですね。はい。いや、こう見るとまあ懐かしいですね。で、上限の4と戦ってる時にですね、まあ、この禰豆子のバッケツと炭治郎のね、日の神神楽が見ることができるんですね。はい、そこの再現になってますね。ということでですね、先ほど見せた中で、鬼滅の刃のね、再現をするために、血痕が必要だったんですね。血がね、必要だったんで、血をね、マイデザのところにコピーしたらですね、こうなっちゃったと。いや、この部屋もそういや作ったんだよね。いや、いい感じだ。今見てもいい感じだ。自画自賛すぎるな。はい、ということでな、今日はな、キャンプサイトに我がキットカット島に住みたいと言ってるな。動物が来てるらしいんでな。ちょっと見に行くか、様子を。どんな子だろうな。可愛かったらもう速攻ウェルカムだけど、あのゴリラどけて。誰だお前。なんだ名前はなんて言うんだ。のり巻き。ああ、ちょっと、さよならだ。キットカットには合わない動物でしたね。そういえばですね、YOASOBIのですね、夜にかけるっていう曲を流しながら、こう、リスナーさんのみんなとね、こう再現するみたいなね、っていう動画もね、ありましたね。あつ森ダンスですね。はい。まあ、もしよかったらそれも見ていってくださいね。いやー、面白かったな。てか、リスナーさんのみんなの息の合わせ方が素晴らしすぎたというね。ちなみに、この、今僕が着てる鬼滅の刃の服なんですけども、これもですね、そのリスナーさんが描いてくれたやつなんですね。そう、とっても映画上手。すごいの。まあまあ、いい思い出がたくさんあるということでな。今回はこの辺で終わっていこうと思います。それでは皆さんご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら高評価ボタンの方とチャンネル登録の方をしていただけると励みになります。それではトニーでした。またね。